いい殺し合いだったわ。負けると思ってたけどやるじゃない。もう少し楽しませてね。おめでとうトラビス、ランキング10位に認定します。10位か。へえ、なんかくれんのか。お金なんかどう？少しは生活が潤うわ。なんつうかよ、全然実感ないんだけど。本当にランカーを全部倒せばいいのか？お望みであればだけど。マジで約束は守るのか？教会に実現できないことはないわ。もし俺が断ったら？いい？と殺しに来る。どっちみち戦い続けるしかないわけだな。無限地獄じゃねえか。はめやがったな、クソ女。出口に向かうにはこの道しかない。今さら戻れないわ。覚悟決めた方がいいんじゃないの？じゃあさ、俺が1位になったら1回だけやらせてくれよ。そうね。どうかな。頼むよ、1回だけ。勝ったわねトラビス、ランキング第9位に認定します。当たり前だろ。どうしたのよ、ずいぶんしんみりしちゃって。まだまだ青いわね。本当の試練はこれからなのに。次が決まったら連絡してくれ。ゲームセット。ランキング戦、お誘いしてもいいかな。わかった、ちょっと待って。廊下で待ってて。わかった。ねえ、場所を変えても構わないかな。ああ、どうぞ。しらみしないで。全員やったのか。紳士なんだね。自分の相手のテクニックを確かめてるのか、それとも舐められてるのか。奴らは無抵抗だったろ。何？攻めてるの？学園で素性を隠すのって、あんたが思ってる以上に大変なんだよ。俺も攻める義理じゃねえよ。あんたって本当に紳士だね。背中を見せてるのに切らなかったなんて。私も舐められたもんだ。あんだけの殺気をビンビン出してんだ。こっちから刀を抜くのはちょっと難しいぜ。やっぱり同じ賢人か。そうでしょ。そろそろいいか。お前だけは絶対許さん。ここで会ったら100年目、親の敵討ち取ってくれるわ。なんだか知らないけど時代劇の見過ぎだクソガキ。これでも食らえ。なんだこの技は。ねえ君、戦いは好き？好きだ。だったら殺しは好き？大好物だ。それじゃあ恐怖は好き？さあな、感じたことがねえ。ねえ、死を受け入れる？死だと？考えたことねえよ。真理は死のみにある。君はまだほんのつぼみよ。そんな話もうやめようぜ。意味なんかあるわけないだろ、特に殺しにはね。そういうの考えるのは文学少女の悪い癖だ。ここまで来ればわかるわ、これがどういう意味なのか。ああ、わかった。今すぐそこに行ってやるよ。平凡な殺しや失望感は否めない。ムードによってんじゃねえ。正常な殺し屋はベラベラ食べらねえで、相手を見るなり速攻殺す。
だぜ、ここは。マジで疲れた。ビール飲みて、上手に乾いた。おい、ちょっと待ってろよ。あ、超うめ。あ、生き返ったわ。お兄さんもどう？結構だ。あのさ、このイライラは何なんだ？マジでさ、殺しても殺しても全然まるでだね。許せねえ。どんだけ殺しても全然許せねえ。ムカつくんだよ。こいつヤバいやつだ。何軽蔑的な目線で見てんの？これも仕事だよ、肉体労働者。殺し屋じゃねえな、歪んだ快楽殺人者だ。本質は一緒だろうが、ねじ曲げんなよ大事なところ。殺し屋がそんな偉いか。クソガキが生きがってんじゃねえぞ。かかってこいや。いや、うわっ。よくやったぞ。そうだ、お前の最愛の恋人だよ。今もまだ騙されやすいみたいだね。バカね、こいつが父親なわけがないでしょ。ああ、確かに俺には親はいない。二人とも失った。君が殺したのか。そうだよ、だから殺し屋になったんでしょ、私を殺すために。そういうことか、これまでのブッキングはこのためか。持ってたものを全部失っちまった。あの女に全部奪われた。その復讐叶えてあげる。あの女さすが詐欺師だな。いいマッチメイクしてくれるぜ。で、やっと会えたってわけよ。感謝なさい、シルビアに。ジン、ずっと聞きたかったことがある。君は何者だ？私？知る必要はない。知らない方がいいこともある。墓の中に持っていきなよ。答えろよ。それは無理。無理だと？どういうことだ？理由が重すぎるからだよ。レーティングに引っかかるから無理。そんなもん気にしてどうする。発売中止にでもなったら責任取れないから嫌だね。だったら早送りにするから答えてくれ、ジン。オッケー。それじゃあかいつまんで言うと、あんたとは柱に兄弟なわけ。三つ間があるでしょ。あんな関係、あんたの父親はうちの窓を捨ててあんたの母親を取った。私の窓を捨てるのに自殺したわ。あの男は身寄りのない私の弱みにつけ込んで幼い頃から捨てたの。汚いアパートに住まわされて長年あの男のせいも。いつか殺し合おうと毎日呪ったけど呪われて何も変わらないから、格闘技をこっそり習ってたわ。もちろん下駄なんか払えないから。感じかな、お兄ちゃん。なんてこった、君が俺の妹だとは。これでちょっとは理解してくれた？そりゃ仕方のない理由だ。でも復讐には復讐だ。いいよ、受けて立つ。抜きなさい、お兄ちゃん。全ての悲しみはここで終わらせる、ジン。